見さん、車ねたくさんあるんですけど、スポーティーな感じのね、まあ、こういう車もいいんですが、今回はですねどれにしようかなということなんですけども、ここにですね、はい、インプレッサ G4G のね、はい、セダンタイプの車ですね、はい、で新型になってから、はい、セダンタイプのインプレッサを、まあ、G4 というふうに呼びまして、ハッチバックタイプをスポーツという、ね、はい、そうです、名称になっています。こちらは、まあ、セダンタイプの G4、はい、なかなか G4 というのはあれですか、ね、番組内でも紹介少ないですけれども、はい、全体的には中古市場でも珍しい、はい、少ないお車です、ね、少ないというです、ね、はい、じゃあ今回です、ね、この G4、はい、ね、気になる車をセレクトしまして、場所を移動しましてじっくりとご紹介していきます。ということで車移動してきました。じっくりとねご紹介していきたいと思うんですが、まず車の評価書から紹介しましょう。こちらの評価をいただいているお車です。はい、内装が3点満点のうち満点の星3つ、はい、外装が星2つで総合の評価点が4点になります。はい、総合評価ね、まあ、ちょうど真ん中ぐらいですかね、4点ということなんですが、内装に関しては、満点で星3つと、はい、ということですかね。じっくりと紹介していきたいと思います。さあ、今回インプレッサの G4 気になる車ですけれども、まずボディサイズなんですけどね、まあ、手軽なボディサイズなんですが非常に走りがいいというのがこの G4 の特徴なんですけど、現行モデルのセダンタイプ、ね、はい、なんですよね。これ手軽なボディサイズながらも非常にスペースはうまく使ってるんですよね。そうですね、はい、ボディサイズは先代モデルからほぼ据え置きなんですが、主にインテリアの質感向上や室内スペースが拡大をされております。はい、そしてグレードなんですが、これ何というグレードになるんでしょうか。はい、はい、こちらはですねブラックハイラスター仕上げの17インチアルミホイールにサイドシルスポイラー、クルーズコントロールなどが標準で装備される 2.0IS になります。はい、G4 の 2.0IS というお車なんですね。でこのインプレッサの G4 ですけど、やっぱり走りという面でも非常に優れてるんですね。はい、はい、インプレッサの上質な乗り心地や安心感の強いハンドリングは、毎日のちょっとしたお買い物から週末のドライブでも実感していただけると思います。はい、これはもう運転していただくと分かりますけどね、非常にいいドライブフィール、まあ、感覚があるというポイントなんですね。じゃあちょっと運転席、はい、乗ってみたいと思いますけれども、さあ G4 インプレッサのセダンタイプ G4 ですね。はい、じゃちょっと乗りますね。まず、まあ、乗りましたシートなんですが、これの特徴はどうですかね。はい、はい、フロントシートのサイズは、まあ、特別大きいわけではないんですけども、うん、はい、シートバックが肩の高さまでございます。はい、はい、体と広い面積で接触する形状で、クッションの方も適度な硬さで長距離ドライブも疲れづらいと思いますね。はい、はい、まあ、この辺は非常にね座っていただくとよく分かりますけど、包まれている感じもね、はい、ありますし非常にいいですね。はい、でまたヘッドレストもですね、はい、通常上下だけのものが多いんですけども、こちらは角度の調節も細かく、本当だ本当だ、調節することが可能です。はい、ね、はい、後ろからこうドンと来ましたけど、はい、これだけ角度が変わるということは、まあ、今は運転席で、まあ、通常の、まあ、ポジションを確保していますけど、例えばシートを倒したとかですね、はい、背もたれを、まあ、角度的に低くしたときにこのヘッドレストをうまく活用できますのでね、これも特徴的なんですね。はい、それからスイッチ類なんですが、この辺はどうですか。はい、はい、操作系の多くは、はい、ステアリングから手を離さずにコントロールできるように工夫の方もされております。はい、ということは、まあ、はい、安全にもこれつながっていきますのでね、はい、ポイントは高いというふうにですね。中央にですねマルチファンションディスプレイ、これは、はい、ですね、はい、はい、グラフィカルで見やすいさまざまな車両情報のお知らせが表示されるので、エコドライブを心がけたくなると思います。そうですね、これ表示されてくれますのでね、表示しますので、逆にこう、まあ、目で認識して、そういうね、エコドライブしなきゃいけないなっていう気持ちにももちろんなります。はい、これはやっぱり環境にも配慮されているということですね。内装も非常に質感もね高いという、これ内装に関してはね星3つ満点ですから、はい、これはポイントが非常に高いということですね。非常に手軽なボディサイズ、走りのいい車の1台ということですので、早めにぜひですねお問い合わせをお願いしたいというふうに思いますね。では、車の詳細もお願いしましょう。はい、平成24年式で走行距離はおよそ1万7000キロ、車検は
27年12月までついております。はい、ではこの車注目のお値段を霞さんお願いします。はい、消費税込み166万3200円です。なお初費用リサイクル料金は別途申し上げます。はい、10号車は24年式のお車ですね。インプレッサ G4 2.0IS CVT の1台ですね。お値段は166万3200円です。非常にね、内装は星3つ、高評価をいただいているお車ですからね、ぜひ早めのお問い合わせをお願いいたします。